今日は石垣島荒川地区にやってきました。はい、こちらは島民が住むエリアなんですけれども、ででんイオンマックスバリュー、この駐車場大変混み合っていつが事故りそうですね。怖いですね、恐ろしいですね。さあ、ということで今日は島唯一の KFC ではなくこちらに入ります。はい、マックスバリューに入るとめちゃかけてこちら2階ファッション市場3期にやってきました。観光客の方はだいたい夕暮れなモールとかお土産屋さんで高い値段で T シャツとかズボンとか現地調達するんですけども、こちらの3機に来れば大変リーズナブルな値段で水着、T シャツ何でも買うことができます。なのでまず島に着いたら3機で調達してはいかがでしょうか。おや、こんなところにサーフパンツありますよ。取り出し物です。はい、ででんオリオン T シャツの可愛いの、ここ2000円でありますね。結構いいですよ。他にもなんかスパム T シャツとかいろいろ、ここら辺全部お土産 T シャツとかねあるんで、ぜひいかがでしょうか。沖縄といえばかりゆしウェア、沖縄で生産されており大変その価格は高価なのですけれども、こちらの3機では、はい、非常にリーズナブルな値段で提供されております。僕もねここで買いましたよ、かりゆしウェアね。ご覧のラインナップでありますので、ぜひ一着いかがでしょうか。ペコ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 、そしてこちら靴下にサンダルも売ってます。おや、ここにバーガーキングが仕上がれたサンダルがありますね。見てください、これバーガーキングかと思いきやとんがり豚ゴリラ、キテレツの大百科ですよ。いやー、まさか3期でねキテレツ大百科に会えると思いませんでした。はい、他にもこちらね島ぞうり、お土産屋でもよく売ってますね。こちらが500円。そしてこちら最近はね漁産って言われてて、もともと漁師の方が履いてたサンダルなんですけど、とにかく滑りにくい便所スリッパみたいなね素材なんですけど、これがねすごいんですよ。岩場とか行ってもビーチでも使えると。まあそんなもんです。以上3期からでした。皆さん買いに来てください。